CJS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もニュースでおかを知性学をお送りしていきたいと思います。講師はもぎもほさんです。よろしくお願いします。はい。もぎもほどです。こんにちは。ます。はい。えー、今日はですね。はい。アメリカとイギリス。イギリス。リスはい。イギリスの方。はい。やっていきましょう。はい、なんか最近、首相がくる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 変わって、な、はい、何やってんですかっていう。そうですね。話ですよね。はい。あの、日本にとってイギリスっていうのは、はい。あの、 昔ね、一英同盟があったし、はい、で、イギリスが、ほら、あの、2020年に EU から脱退しますよね。プレビジットね。そうそうそう、はいうん。それでイギリスとしては、その EU を、EU っていうマーケットを手放しだった以上は、どっかに他にこうマーケットが欲しいということで、で、最初はあの、中国に行ったんですよね。はい、うん。うん、はい。 で、ところが、まあ、中国はいろんなああいうその人権揚括やってるってことで、うん、まあ中国と組むのもいかがなものかっていうことで、はい、で次に来たのが、アジア、はい、あ,あのー、関太平洋、うん、TPP。で、ジョンソン首相がですね、はい、よいしょ、TPP に入りたいとか、はいうん あるいは、その、アジア太平洋のね、安全保障にイギリスは関わりたいということで、特にオーストラリアとイギリスとアメリカが組んで、はいはい、で、えーと、中国に対抗しようっていう、まあいい感じになってきたんですよ。うん、はい。うん、そうですよねと。あんまりイギリスがね、ぐたぐたしちゃうとね、困るんですよね。うん。はい。だいぶでも、今崩れちゃいましたね。うん、はい。それで、えっ、ー、と、これもね、あのー、保守党と労働党、まあ、はい

そうするとですね、あの、EU 離脱、ブレグジットを強行したボリス・ジョンソンは、もともとこっち側だったと。はい。はい。だけれども、まあ、実際やってみると、うん、まあ、イギリスっていうね、小さな島国がヨーロッパマーケットを失うっていうのは大きいことですね。はい。うん、うん。だから、やっぱり戻ろうっていう、ずっと圧力が、 あったようですね。はい、みたいですね。で、このね、あ、で、ジョンソンはなんで辞めちゃったかって覚えてますあ,あ、なんでしたっけうん。なんでしたっけいや、あの、コロちゃんが始まって、はい、で、もう慌てふためいて、はい、ロックダウンロックダウンって始めて、はい、で、本人は、バースデーパーティーで大酒やってたってバレちゃって、はい、うん。それで、 それでですか、うん、そつまんない理由なんですよ。なんか制作ミスって終わったらそんな、そのまま失脚してたんですかでもうマスメディアがばーっと騒いで、<ー>ジョンソンやめろっつって。なるほど。うんうん、じゃあ、ダブルスタンダードでやってたんですね。うん、っていうかまあ、僕、ジョンソンなんか憎めない。<laughs> <laughs> <laughs> いつもね、髪がもしゃもしゃだよね。ね、もしゃもしゃですよね。うん、メディアでも強気でしたしね。 それで、えーと、その後どうなったかというと、はい、女性の、ねはい、トラスさんトラスさんですね。で彼女もまあ基本、こっち側の立場ですから、はいうん、そうすると、まあ、初めからその党内の政権基盤が弱かったようです。それで えーと閣僚の辞任が相次いで、はい、特に彼女が減税やるって言ったことに対して、ものすごい反対が起こってしまってですね、うん、それで、まあ、結局、政権持たないっていことで、はい、史上最短で辞めてしまいました。辞<え>、うん、めるほど、まあまあま、あ人がついてこなかったっていうことですよね。 僕は全然、あの、彼女の政策いいと思ってたんですけどね。はい。どんなところですかいや、やっぱその減税政策とか。はい。だから市場がね、なんかそうやって荒れるから、って言ってるけど、そうの、でも減税って一回やってみないとわからないから、最初の反応見て、じゃおかしいんですよ。だから僕は改めて、今回、このトラスさんの辞任見て思ったのは、あ、こっち側って減税嫌なんだな、というふうに僕は思いました。なるほどね。はい。そうですはい。僕はそう捉えました。うん。 うん、あだから日本は減税できないのかみたいな<ー>そういうふうにこう考えちゃいましたね。いやだから減税やろうっていうだけ立派じゃないですか。自民党の中にいますないあいますよ、よく名前出して西田章一さんとか僕財政金融委員会なので、ねはい、なぜかこう、あれですよ共産党の、ね、小池晃さん。 とか、西田さん、そこで、なのはこう、意見が合うんっておっしゃってて。で、僕も一緒です。ですね。はい。あれでん参議院でしたっけ一緒に。あ、参議院です。はい、はい。そうなんだ。減税で組めばいいじゃないですか。や、もう全然、あの、向こうから、向こうに組んでくれるからでも。はい。はい。なるほどね。はい。それで、あの、まあ、何もできずに辞めてしまったと。はい。 月に出てくるのがこの人なんですよ。ね。で、リシ・スナックさんっていう方で、あの、ジョンソン内閣の財務大臣で、インド系の方。ま、あの、正確にはパキスタン。お父さんがパキスタンなんですけどお母さんがインドなんですね。ああ、そうなんですああ、情報そうなんですね。で、ま、あの、ロンドン行かれましたよね。はい。インド系いっぱいいますよね。すごい、いっぱいいます。ああ、僕の友達も、あの、インド系のイエス人ですね。はい。 で、インド系だってまあ上から下までいるので、はい、で、あの、このスナックファミリーは、まあ、この辺ですよ。うん。うん。はい、うん。ですね。うん、で、彼は、うんと、アメリカ、あ、スタンフォードで学んでいまして、で、大学を出てからゴールドマン・サックスに入って、うん、で、 投資の仕事をやっていたということで、うん。まあまあ <laughs> まあ、こっちが <laughs>、この中にいた人ですよ <laughs>。この中にね。しかもめちゃめちゃ、まあ42歳ですからね。うん。はい。めっちゃ,いしゃいで僕よりも若い。はいうん、うん。で、結構ね、パフォーマンスがうまくてね、うん、あの、あのコロナが大変だった時にも、あの、なんか、バーテンダーみたいな格好して、はいあの 庶民の味方みたいなことをやってたんですね。はい。はい。それで、で、このままこう横滑りしていって、はい。で、このトラスさんが辞めた後で、はい。ふっとここに入って上がってきた,てきたと。うん。はい。ということは、はい。これは、彼が、自力でっていうよりは、まあ、誰かが、はい。引っ張ったんだろうと、そう思いますよね。はいうんうん、まあ、そんな感じ見えますよね。ですよね。しかも若いし、うん。そうするとね、 じゃあ今今これイギリスは誰がおめてるのかっていう話になってきて、うんはい、でね多分ねこの人だという説、うんうんジョラサン・ハントっていう人ね、うん、知ってますいや知らないでこの人はねあのー、日本にいたんですよ、うん、いつですか若い時はい 二人喋ります、日本語。はい。はい。それでね、で、ただね、奥さんが中国人。なるほど。ただね、っていうのがいいですね。はい。で、あの、中国の外務大臣ってほら、王毅さんっていうやつ。はい。ね。うん。あの、身近な人。はい。うん。あの人は日本語できるでしょ。うん。だから、王毅さんと彼はね、日本で喋ってるんですよ。へうー。 ということで、えー、まああのー、まあだいたいそういう人っていうのはあのこっちですよ。ね、国境を越えてあっちこっちで活動したいということで。はいうん、でこのね、えっ、ー、とハントさんがえっ、ー、と今ね、だから今スナックが首相になりましたと。はい、でハントさんが財務大臣。あ,あ、まさに功堅人みたいな、ね。功堅人。そうそうそう,そう。うだから本当はハントが 首相と思ったらいいと思うんですよ。うん。なるほど。うん。まあ、少なくだったらね、その、移民系の票も集まるだろうということなんでしょうね。初めてですよね、インド系の。初めてですよ。はね。そうですよ。うん。で、インドもなんか喜んじゃってね。うん。まあ、旧植民地から見ればね、自分たちの宗主国のトップに、と思えば。はい。ということは、 このままいくとですね、流れがこっちに戻っていくじゃないですか。そう、イギリスはね,ね、うん。そう思ってました。そうすると、イギリスは、うんえと、日本に接近する意味なくなりますよね、今回、ねはい、そうですね。ねはい、あと、やっぱりその、中国との関係が僕は気になる。この人もね。 だいぶねあのあ、あとエリザベスもなくなってますしね。労働党がね、もう最近全然中かず討伐なんですけれども、はい、まあ彼らはもともと移民大好きですから、はい、まあこっちがでしょ。ということで、まあ、イギリスにおいてはこっちの,そのナショナリストグループがちょっとあの消えかかってる感じがして。はいうん、ちょっとね、うん、なんか流れが。 一気にガタッと変わりましたね。うん、う,ねうん。まあね、その流れを見ていくと、まあヨーロッパのイタリアのね、もう、あの、主張変わったよと、はい、という話もありましたね、はい、というところで。で、まあ結構その、ね、こういうナショナリストの流れが来てるのかな、というふうなこと最近聞かれるんですけど、うん、僕も。でもイギリスの動きなんか見てると、うん、一進一退でしょ、というふうに思えてきてると。でもアメリカも、 で、前回やりましたけど、今日はがかいくかなと思ったら、うん、そこまでもなかったということですから、うん、やっぱり状態は絶えず、うん、今緊張状態があって、うん、まあ世界は非常に、まさに世界全体がスイングしているような、うん、なんかそういう印象ですね。そうですね。はい、ただ日本は、もう安定的に <laughs>、ええ、はい、あの、一方に偏ってますよ、ね。<おー> <laughs> <laughs> 全然揺れてないですけど。そこは揺らがないうですね。<笑><笑> はい、はい、というような状況を、を揺ら,らがさないと、これから。そうですね。はい、はい、ということで、ええ、はい、技術の状況を今日教えていただきました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。